押すで、せーの、おいしょ、せーの、おいしょ。ガソリンコックを反対にしてて、それで、あれやから逆、これはこっち側で、オッケーオッケー。とうとう予備持ってきたな。前はこれだけやったのに。怖いね、やっぱり。まだでも落としたことないやろ。ないな。うん、大したもんや。お父さんうちにちょっとあのララもう一本入れとこうも。違う。あの東京行った時さ、あのうち一本だけだったんやんか。で一本向こうの車に借りて車用の水位いたみたいなやつ。ぐっとへこんでな。あそう。こかしそうだと思ってさ。ほんまに。多分真ん中だけ被ってると思うわ。あれ強烈にやかましいな。これじゃあなんかケンタが通る気せんよな。前もノーマルに書いたんと思うわ。ああそうやな。名古屋じゃああそこじゃん。天理かどうか、あの奈良かどうか持ってたんじゃん。奈良、うん、奈良の陸軍局やなこいつは。マフラーノーマルに書いて、ああ無理無理くっつけて。ああそうなんだ。なんか音量規制に引っかかりそうな気がするな。これで走っとったらさ、うん、おまわりさんに止められそうな気がする。そうやな。昔ドキドキしながらよう走ったけどな。ああ電光でも止められたのにや。電光チャンバーの時でも止められたのに。あっちがすぐエンジンかかるわ。ガソリンはオフにしてない。吉井さんにだいぶ苦労かけさせてもらってるもん。